そして激しいダンスと高い表現力を要する不協和音では僕は嫌だ。キャプテン菅井優香がセンターに。やらせていただいて返事をしようか迷った時にガラス割れの歌詞が思い浮かんで、やる前から諦めるのはお前はもっとお前らしく生きろっていう、この曲歌わせていただいてるのに自分がやる前から諦めてどうすんだろうって説得力もないじゃんって思って、皆さんに希望を持ってほしいから体現したい、やろうって思いましたね。